もともとスティーブ・ガイトとかカーティス・ウッチとスウェーデン・ヘッドなものをやろうと思っていたわけなんですが、コロナの問題があって、まあ、そういう形で、外国のミュージシャンって来てもらえないっていうこともありまして、それで僕の、いつも付き合ってもらってるミュージシャンたちと、そしてやっぱりステージが大きいんで、保温が欲しいなっていう、もともと3巻ぐらい欲しいなと思ったんですが、まあ、4巻にしまして、それを倉田陽一君にアレンジしてもらって、でコンセプトとしては、最初はビバップっていうところで、僕がジャズを始めた時チャーリー・パーカー、それでビーバップで僕がスタートしたということもあって、パーカーのスタンダードなんかも考えてはいたんですが、というのはチャーリー・パーカーの生誕100年ということもあったし、一番影響を受けたミュージシャン、プレイヤーとしても人間としても何人かいるわけですよね。その中で特にチャーリー・マリアーノ、彼とは一緒に60年代ステージもやったし、演奏家として彼から一番影響を受けたんですね。この2人に、チャーリーにデジケートっていうところで、マリアーノに僕がデジケートした曲が I miss you when I think of you っていうのがあるっていうところから、だいたいこのコンサートのコンセプトとしては始まったわけなんですが、最初はね、昔のビーバップもなんて意識もあったんだけど、やはり自分の曲を中心にっていうことで、全編俺の曲になっちゃったんですけどね。